2月27日月曜日時刻は20時15分を終わりましたラジオュイジェの夜トレミニ <laughs>、えー、夜トレミニの時間というか今日は朝というか動画休みましてごめんなさいで、えー、今日夜はね動画やってみようかなと思いまして夜トレミニでは当日の終値に基づく 日経平均の売買シグナル、日本株個別銘柄の買いシグナル、売りシグナル、店頭銘柄をお伝えしてまいります。また、皆様からのお便り紹介、今日はやりませんが。いや、えー、ご質問、ご相談へのご回答もお届けします。明日に向けての投資へのヒントとしてご利用ください。えー、この動画では、えー、売買シグナルをご紹介しますが、えー、動画の情報は参考に留めていただき、最終的な投資判断は自己責任で行ってください。 で、えー、皆様からのメールをお待ちしております。今日のテーマですが、ただ、2月27日月曜日、海シグナル5726大阪チタニウムほか、2月27日月曜日の海シグナルは57、5726大阪チタニウムほか、ということで見ていきたいと思います、えー。ご心配おかけしているかもしれませんが、えー、なんか調子悪くて、体の。 23日に朝めまいがしまして、で、その日はその朝めまいがしただけで、あとは良くなりまして、しばらく寝てたんですけどね。で、良くなりまして、で、24日は普通に動画をやったんですが、ちょっとしんどくって、月曜日に休むかもしれないっていうふうに申し上げて、で、25、26はもちろんしっかり休んでまして、で、27日今日は、まあ、 やればできるんですけど、やればできたんですけど、大事をとって、ええー、一旦、ええー、お休みしようということでね、お休みして、っていうのは今日のことだけじゃなくて、まあ、今週、祭日大すから月火水木金って5日間ね、持つかな <laughs> って思って、ちょっと自信がなくて、ええー、今日休めば4日で、4日だから、4日だったらいけるんじゃないか、みたいな感じで。ねで、今日はお休みしましたけどね。 まあ、あのー、特に、あのー、ご心配のメールとかもいただいてるんですけど、特に、えー、ここはこうっていうのはなくて、で、今あれ、ノロが流行ってるみたいですけどね、ノロになってる感じもなく、だどっか痛いとかしんどいとかいうのはないんですよ。で、えー、例えば声が出ないっていことも、ま、あお聞きのようにないし、は、鼻が詰まってるとか <laughs>、そういうのないし、喉が痛いとかもないし、 頭が痛いとかもないんだけど、倦怠感があるんですね。全身が倦怠感。倦怠感で、なんか、ドーンって重い。<laughs> そんな感じ。で、普段僕は、だいたい5時間ぐらいしか眠らないんですが、ここのところ23、24、25、26と4日連続で、1日 7, 7時間ぐらい、えー、毎日寝てるんでしょ。これはちょっと僕としては、5時間ぐらいしか寝ない僕が、 7時間ぐらい毎日寝てるっていうのはちょっと変なんでね。で、それぐらいね、眠れてしまうっていうことで、ちょっとおかしいんで、今、えー、休息をとりながら、でもまあ、昨日も音楽作ったりしてたし、多少活動はしてるんですよ。寝込んじゃってるわけではなくて、活動はしてるんですけど、ちょっと動画はしんどいかなーって感じで。だから皆さんご心配いただいてますけど、まあ、大丈夫じゃないかなと思うんですよね。疲れると時々こういうことになるんで、 で、この3年間ぐらい、今 YouTube4 年目ですけど、3年以上、YouTube 始めてから、再開してからこういうことがなかったので、で、皆さん結構ね、年の割に元気なラジオエジっていうイメージを持ってらっしゃるかもしれませんけど、まあ、僕も生身なんでね、で、やっぱり過去、えー、結構頑張ると、こんな感じでダウンっていうか、ちょっとしんどくなることはあったんですよね。で、最近この3年以上、ほとんどそれはなくて、 えー、2022年なんかは、えー、の前、21年の後半からね、21年の8月ぐらいまで、えー、1日6本動画をね、出してましたけど、その時も別にダウンすることはなかったんですけど、ここへ来て、ちょっと何か、えー、体調が、だから別にそんなになんてことはないんですよ。だけど、なんかちょっとしんどいから、ね、ちょっとゆっくりやろうかなっていう、そんなレベルなんですよね。 なんで皆さんご心配なく。で、えー、もう少し、もしも調子が悪ければ、病院行こうかなと思ってますけどね、どっか悪いかもしれないからね。ただ、何か特に気になる症状があるわけでもなく、なので、でめまいも全然もう止まっちゃってますんでね、だからめまいするって、いうあの申し上げたら、ね、MRI 取った方がいいんじゃないかとかね、えー、自分はそういう症状から脳梗塞になったから気をつけてっていう、ご注告のメールとかいただいててありがとうございます。でも、多分 でそのめまいももう全然ないんで、一回だから23、2七歳ね、ちょっとめまいがあったぐらいで、あと大丈夫なんで、多分大丈夫だと思いますけど、皆さんも、あのー、ね、このチャンネルご覧いただいている皆様、お、えー、年の方が多いので、本当にね、えー、年を取ってきますと、だいぶ、だんだんね、体も、えー、なんていうか、えーよ、弱いっていうかね、弱くなるっていうかび、微妙な状態になってくるので、皆さんもぜひ、 お気をつけけいいいただければととと思います、えー、ということで久しぶりにね、ちょっと体調を崩しましたけど、大したことはありません。今ところは病院に行く必要もないのかなと思っているぐらいで、えー、ゆっくり静養すれば、多分大丈夫なんじゃないかなと思ってますけどね。まあ、油断なくあの経過を見ながら、もしもちょっと気になる状況があれば、えー、受診したいと思っています。 まあ、正直あんまり病院が好きではない。<laughs> 病院が好きではないんでね。なんだけど。病院嫌いじゃダメなんだけどね。病院好きじゃないんで。はい、お待たせしました。えー、今日のね、えー、シグナルを紹介していきたいと思います。で今日はちょっと短めにね、やっていきますけど、メール紹介も今日はちょっとしないで行こうかなと思っています、えー。メール紹介って、まあ、あのー、今日はそんなにたくさんメールもいただいてないし、 で、メール紹介するのって結構、あの、それはそれで大変なんですよね。選んで、で、し下調べして、みたいなね。で、今日の、だから今日はちょっと楽させていただいて。また明日からね、えー、普通にやっていこうと思ってます。で、まあ明日からやってどうかだよね。で、うまくできればいいし、えー、しんどければ、またちょっと休み休みってことになるのかもわかんないですけど、多分大丈夫だと思います。皆様もお気をつけください。これからね、だから、 ね。冬、冬から春へっていう季節の変わり目ですよね。だからね、あの、今月はだから結局僕、一回も静岡行けなくて、えー、今月はね、十、あれは何時だっけ、十一日の、えー、土曜日とかね、その日は、えー、僕は東海市に行ってて、ね、動画の、えー、コラボで収録に行ってたんですけど、その日富士山がめちゃ綺麗で、そして、えー、この週末というか、そう、 この週末ね、25、26もね、できれば僕は静岡行こう、行こうと思ってたんですけど、この週末も特に日曜日はすごく富士山綺麗で、今日もめちゃくちゃ富士山が綺麗で、で、それをこの目で見れなかったのがとても残念で、<laughs> 2月は、2月は静岡に行けませんでした。ね、残念でしたが、しょうがないね。はい。もうなんかね、向こうに、 今はたまに行くって感じなんですけど、向こうに住みたいなっていう気持ちがどんどん強くなってきているんですが <laughs>。あ,あ、それでなんかね、えっと、えっと、河口湖とか、えっと、山中湖あたりになんか物件ないですかって言ったら、あの、不動産屋さんの方から物件情報をもらいましたけどね。あの、割とこじんまりしたところだったんですけど、3000万円ぐらいですかね。で、えー、物件あるよっていうことで教えてもらいました。 ね <laughs> だけどどうまだねそこあここいいな住みたいなとは思わなかったですけどねまあなんかこう住みたい場所静岡県とか、えー、ね山梨県とかねあ,あたりで住める住め,住める場所があればそこにできれば越したい <laughs> 越したいと思ってます、ね、富士山が毎日見たい <laughs> 毎日っていうかねやっぱり えー、毎日見れないからね、なかなかお出ましにならないから、からそれをやっぱりお出ましになった時に見たいなぁと思うんだよね。えと、ー、いう、それだけ。だから富士山マニアなんで。<laughs> だから今度もだからね、動画で、富士山の動画をね、やろうと思って準備してますけど、今ね。あだから富士山の動画を出して、その後ろにね、オリジナルの音楽を入れたくて、それを今作り始めてます。 買いシグナル今日は R 式の売買シグナル225なんですが、買いシグナル26,300変わらず、売りシグナル28,600円変わらずってことで、共にシグナル値変化ありませんでした。今日もシグナル値変化なしということですね。日経平均はどうなってるかっていうと、今日こんな感じでね、ここでドンと落ちたんだけど、上がって、 これはまあ、NVIDIA の決算なんかが良かったこともあったんですが、週末上がりまして、で、今日は、えー、上がることはできなかったけど、まあ、下がることもなく、マイナス30円っていうことで、横ばいですね。で、25円目、青いライン、25日移動平均の真上なんで、まあ、これは売りも買いもできませんよというね、そういう水準です。で、 ぶち上がるかもしれないって言ったんですけど、上がることなくです、基本的にはこう下がる可能性が高いって言ったんですけど、下がることもなく、横ばいですね。まあ、こういうロウソク今日つくと、まあ明日は多分ちょっと上に行こうとはすると思うんですけど、横ばいかなみたいなね、感じの、えー、チャートに見えますね。横ばいになるのかなーっていうね。で、アメリカが今かなり、えー、ニューヨークダウが下げてきてまして、 で、ここは、すごいこう、鍋底で、前の安値に接近してて、買いたいチャートの形なんでね、ニューヨークダウ。今ちょうど買うと、こっから、まあこういうとこみたいに、バーンと上がって、25MA ぐらいまで戻るんじゃないか。青いラインね、まで戻るんじゃないか。で、下に 200MA、グリーンのライン。えー、日経のチャートは茶色で 200MA 出してますけど、 米国30はグリーンでね、200MA 出してますけど、200MA がここにあるから、これサポートにして、25MA まで上がるんじゃないかみたいなチャートに見えるんだよね。見えるけど、やっぱ 200MA のまだ上だからね。だからそんなに割安ではないんですよね。 2 0 0円目の下に潜ってこないと、ってずーっと言ってますけど、2 0 0円目の下で買いたいよねって話をずっとしてます。んで、今みたいなこういうとこ来るとね、あの、前から僕よく結構こういうとこで買っていいんじゃないかとか口走ってましたけどね、今はね、ちょっとね、やっぱり影響を受ける人も多いようなんで、えー、そういうのをできるだけ自重していこうと思っていて、やっぱり本当のチャンスじゃないんでね、ここはね。割安でもないし、ただ RNS は割と低い、 すげやそも低い。で、鍋底型で、鍋の底みたいですよね。で、サ,サポートが 200MA があるから、ここで止まって一回上がる可能性あるんだよね。ただ同じような場所を見たときに、まあ、ここはちょっと2 0 0 m との絡みは違うけど、一回下げて、で、ここ鍋底から上がって、2 5円目まで行ったところでもう一回下げて、さらに下げているわけですよね。で、ここで威嚇できればいいけど、そうじゃないと、さらに落ちるっていうことがあって、 今みたいにこうやって25円目からこぼれてきて、えー、調整始まった時って、25円目まで行きましたでも落ちるっていうのが、去年4月とかね、から何回も繰り返されているわけですよ。で、例えばここなんかは鍋底から上がってうまく上がってるんですけど、最近結構買われてるからね、ニューヨークダウン。で、えー、割と高いところに推移していましたので、下手するとやっぱりね、このあたり、この、 え、このね、まあ3万ドル、まあ、だからね、やっぱ3万ドルなんだよね。いい、いいサポートラインっていうのは。で、そこら辺まで来る可能性は十分にあるから、まあ3万2000でもいいかもしれないし、3万1000でもいいかもしれないんだけど、もちろん安ければ安いほど良くて、3万ドルも、まあ、これチャートから見たらね、これぐらいわって上がって、で、これぐらい下がってるでしょここってほら、えー、ね、2000、4000、 えー、5000ドルぐらい下がって5000ドルぐらい下がるんですよ。これ短期間のうちに5000ドルぐらい下がるんですよ。今、だから、まだ金利が下がらないから。で、今も、ほら、最近 FRB の交換が結構高派的なことを言ってるわけで、で、5000ドルぐらいピーから下がってるから、ここから5000下がったらいくらですかってっ ?2 万9000になっちゃうね。3万4000から5000下がったら2万9000だから。からそれは十分あるから、 で、前もここ3万4000からちょうど5000円下がって、2万9000ぐらいまで来たわけでしょ。ニューヨークダウンね、これ。ニューヨークダウンの冷やし。なんですけど、それないわけ、ないとは言い切れないから、それ考えるとね、やっぱり、ね、3万ドルとかその下ぐらいから、やっと買って入れるかなって思うんですよね。で、日経平均も、え同じようにできれば、しっかり下を待っていく。まあ、やっぱり日経平均で言ったら、 2万6000円の下だよね。買いができるのがね。で、今、横ばい中なんで、そのあたりは、えー、自長局面という感じで、しっかり、えー、待っていかなきゃいけないんじゃないですかね。と思いますけどね。ということで、今日、買いシグナル、売りシグナルともに、えー、変化なし。パネルもう一応ね、見ておきましょうか。パネルを出してください。はい。パネルを出してください。はい。 えー、26,300。これが回収シグナルですね。で、えー、28,600が売りシグナルということで、えー、な感じですねあ。だからかなりそれぞれ遠いけど、まあしょうがないですね。待つしかない。こことここ。あ今出てなかった、えー、出てた <laughs> ちょっと待って。えっ、ー、と、パネルは出てましたかパネルね、えー。これ売り。 2万8600。ね2万6300が買い。はい。ね。売りが2万8600。売り。はい。ということでね。で、ここ赤買い、ここが売り。ということなんで、その真ん中に来ているということで。まあ、こんだけ横ばいされるともううんざりだよね。まあ、結構しばらくこれ、こんだけ横ばいが続いたのは、まあ、最近結構珍しくないですかね。こんだけ横ばいっていうのは、 珍しいよね。こうやって見ると、大体は、えー、上下に動いてるから、ね、上下に動いてますよね。上行って、下行ってって、こんだけ横ばいしちゃって、横にダーッと来ているのは珍しい。珍しいよね。27,500円。え、付近でのもみ合いが、もうずーっともう、1月のここは24日から、ね、ずーっともう3月になるっていうのに、ずーっと。2月はだから、横ばい月間でしたね。 横ばい。ずっと来てるから。まあなかなかね。これは何もできない。何もできないけどやりたい、ね。トレーダーってね。だから何もできないけどやりたいから。で、いや、ラジオエジは停滞してるからやるなって言うけど、誰々様は上がるって言ってるから俺は買うぜとかね。言うとこういう風になっちゃうかもしれないし、ね。調子悪いから、ね。海外の例えばなんとか、 なんクレディ・スイスがどうだとかね、なんとかがどうだとかいうのを見ると、どうも下がるみたいな情報も来るじゃないですか。ね。えー、海外のオプションとか売買動向見ると、どうも下がるぞみたいなね。で、じゃあ下がるかなと思って買ってみたら、こっち行っちゃうかもしれないね。どっちでも行ける今チャートは。どっちでも行けます。でもどっちでも行けますから。どっちでも行けます。これはもうだから本当に、 今、トレーダーたちがね、どっちに来るかによって。で、多分揉み合うから、そんなに大きく変化することなくもみ合うからね、まだもみ合い。み合いって結構ね、一回停滞に入っちゃうと、こんだけ停滞が来るとね、まあ、ずーっと揉み合っちゃったりとか、一日の値幅が狭くなっちゃったりとかすることは、経験的に結構あるんですよ。で、そうなるとしばらくなるから、そういう感じなんでね。まあ、そういう今、状況になってるっていうことで、まあ、焦らずにね、行く。 ただ、個別銘柄はね、今からまあ見ますけど、個別銘柄はまあ、結構ね、大きな動きもして、している銘柄も多くて、えー、調子の良い銘柄めっちゃ上がってるし、調子の悪い銘柄ちっとも上がらないしっていうふうな、二極空間してますよね。その辺もね、注意が必要です。個別銘柄結構大変だよね、今ね。えー、会の方のシグナルですが、五7 2 6 あ、個別銘柄の買いシグナルね。5726、大阪チタニウム、東北チタニウム、インソース、アイスタイル。これらが買いシグナル売りシグナルの方は、えー、今日は14銘柄出てました。あとで見ますけど。A&D ホロン、TBS、レオビ、東海カーボン、住友10機械。で、このあたりは、最近高いところへ来ている銘柄が、えー、売りシグナル出たまま、高止まりしてるんでね。だから、 買いのシグナル出たから買ったって言っても上がらないし、売りのシグナル出たから売ったって言っても下がらないしっていうことはね、結構あると思うんですよね。そういう相場なんでね、くれぐれも要注意で、えー、買いとか売り、もちろん買いシグナルが出てる銘柄は割安券には来てるんだけど、えー、買いのタイミングに要注意。売りの方もね、売りのタイミングに要注意ということになりますね。だから、 買いシグナル出ながらさらに下がる。売りシグナル出ながらさらに上がるっていうことが今結構起こりがちだっていうことですね。買いシグナルご覧のように大阪地帯にもちょっと定点観測チャートで見ていきましょう。え9と14のでさスサイで。5プラス25の帰りでね、見ていきますけど、大阪地帯にも結構低いとこ来てるけど、ここで買いシグナル出て、さらにもう一回出てってね、下げ、下げ続けてるんだよね。 まあだいぶ安いんだけど、なかなか今ね、買いが入ってきてないから、チタニウムね、大阪、東方、両方とも。東方なんかは、もう4日で連続っていうか1回空いてるけど、4回目の買いシグナルが出ていて。まあこういうね、やっぱりシグナルが連続点灯した場合って、だいたい連続点灯を何回かして、そこを打つんだけど、それにしてもね、なかなかじゃあどこで打つんだ、そこを打つんだって言われたらわからないっていうことになるので、 え、しっかり待たなきゃいけないんですけど、待ちきれなくて買って下がるっていうことをね、怒ってる人もいると思いますけど、まあ大きくね、2000円から下がって1970円だから20万が19万7000円になりましたっていう、ね、ぐらいのことかもしれないし、まあ2、3万の損で済んでるかもしれないけどね、早めに入ったとしてもね、そんなに大きく下げてないから。っていうことは要するに、そんなに上手くはないっていうことですけどね。ってことは戻る可能性もあるっていうことですけどね。 ただまあ、そういうあたり、まだわからないから、気をつけて入ってほしい。で、買いシグナル寸前の買いのチャートになっているやつが、エクサウィザーズとかね、EDP、アライド、トレンダーズ、グルフダイジェスト、インフォーマート、えー、アトラス、メンバーズ、大阪チタニウム、東方インソース、えー、水メリー、マイクロープロジェクト、JCR、ディップ、アイスタイルなど、 が安いところ来てます。小林製薬は今日は少し反発してますけどね。まあ、特に小林製薬なんかはまあ、えー、大きな銘柄でもあり、えー、どうだろうっていう話もしてましたけどね。まだ上がり始めてませんね。で、こういうのね、まあ、早めに買っちゃった人はどうなんだ大丈夫なのかって質問結構来ますけど、大丈夫かどうかはわからない。わからないですよね。えー、まあ、業績見ても何見てもわからないです。 で、テクニカル的にはこういう風になったら戻るんだけどね。戻る可能性が高いんだけど、戻った時に、まずこの5と25の中間点ぐらいで頭打ちになるし、で、ここでもみ合ったりして、で、もうちょっと頑張っても今度 25mm ぐらいまで行くと、またちょっと疲れるっていうのはね、あるから。からそういう、やっぱりね、弱い銘柄ってそういうような動きになるから、からそのあたりはね、もし守備よくこう上がってきても、あんまり長く持たない方がいいし、っていうようなこともね、抑えておきたいな。 っていうふうなところです。あとは今日、主要銘柄はね、いろいろまあ動きはあるんですけど、主要銘柄ね、やっぱりあのハイテク系は、えー、金曜日にね、あんまり続かないんじゃないかって言ったんだけど、やっぱりレーザーテックとかもね、えー、上昇がやっぱりちょっと続かない感じになってるよね。続かなかったっていうかね。で鉄なんかはまだ上がってる。 ですけどね、配当取りの動きもあるでしょうけど、船とか鉄はまだ上がってるんだけど、東京エレクトロンもやっぱり上がって、連投とはならなくて、やっぱり前日のろうそくの真ん中辺で、ここはレジスタンスになって止まってるんだ,だから、やっぱり、えー、連続でね、なかなか上がってくる感じにはならなかったんだよね。ハイテクもね。えー、そんな感じです。で、今、あの、 えこう任天堂がね、結構下がってきてるじゃないですか。だからまあ、割といい感じかなと思ったりして見てますけど。ね、えー、あとはソフトバンクグループもね、だいぶ下がってきますけど、やっぱりソフトバンクグループ、いろいろ情報を見るにね、なかなかあのー、柱がない。収益の柱がないっていうことで、どうしたらいいんでしょうかね。Web、ね、ワー,ークなんかの失敗も、 を引いてるようですからなんであんなのやったんだろうな <laughs> ちょっとよくわからないんだけど、貸しオフィスなんてそれは伸びるわけないじゃんと思うんだけどね。どう考えてもビジネス的にと思うんだけど、やりたくないよね。なんでそんな貸しオフィスとか何でやったんだろうなと思うんだよね。別にその貸しオフィス業を馬鹿にしてるわけじゃないけど、うんと、新規に取り組んで、こっから発展性のあるビジネスとして、貸しオフィスはって感じなんだよね。 な,なんでだろうなちょっと斬新さがないよねと思うんですけどね。えー、まあ、そんなようなところもあり、バンク、ソフトバンクグループ何を収益の柱にするのかよくわからないっていうところあるからね。まあ、えー、そんなこと言って見てるときにはありませんけど、ニンテンドーだいぶ安いけどね。これまあ、えー、ダメっていうふうに見てる人もいるかもしれませんけど、まあね、ニンテンドー、安い家に来てます。 これダブル底だからね、結構いい感じのね。いい感じのダブル底ですね。ソニーは横ばい中ですけど、ちょうどまあ調整から 25M、mm、ぐらいまで戻ろうとするようなチャートだったから、割といい感じで動いてるかな。で、同じように意、意外といい感じで動いてるキーエンさんですね。これも調整からこれ 25M、mm、まで戻ろうみたいなね、一旦戻ろうみたいなチャート になってるから、キーエンスは今日は続進できたんじゃないかなと思います。だからキーエンスは今ここを目指してる。キーエンスとかソニーは一旦 25MA とかね、を目指してるから、ソニーが 25MA、MM、までいけるかとかちょっとわかんないけど、25MA 目指しているから、ソニーとキーエンスは割とチャートが似た形で見てわかると思いますけど、これは一旦ちょっと上まで行こうとするからね、そんな動きもあったんじゃないか。 テクニカル的なね、動きもあったんじゃないかなと思うんですけどね。えー、銀行は、まあなかなか上が重い。で、まあいくつかスタンダードとか、えー、グロースの銘柄で上位にババーンとこうね、えー、出てきてるのがありますけど、東京通信とかね、ありますけど、まあ東京通信もちょっとこれも頭打ちかな、と思いますけど、まあそういうのありますけど、こういうのになかなか乗るのは難しいからね。上がってる時に買っても調整入るし、 えー、グロースは売れないし、空売りできないし、基本的にね。一日信用とかできるんかな <laughs> できるかもしれないけど、なかなか空売りできないしね。なかなか強い銘から今空売りしても怖いから。SMC もじゅ、えー、ね、もともとそんなに、えー、弱くないところから、たたっとこう上がってますけどね。まあ それぞれ銘柄ごとの動きにはなってますけど、ディスコはちょっとピ飛高すぎて上がれずみたいなね。だから、割とテクニカル的に上値打ちがあったりとか、今まで調整が小さかったハイテク銘柄なんかは、割といい感じで動いてますけど、えー、ルネッサスなんかもね、今までそんなにほとんど下げてなくて強かったから、みたいな感じもあると思いますけど、まあ、そういうようなのはありますけど、全体に勢いはちょっと、 え、ハイテク系はしぼんだかなーっていうのはありますね。から、売りのチャートはすごく多くて、えー、めちゃくちゃこう上がってるのが多くて、この辺が売りのチャートで高い方から今ね、見てますけど、これは帰りだけで見てますけどね、住友重機とか東海カーボンとかもね、めっちゃ高いところに来ています。まあ、 プライム銘柄であまりにもこうドカーンと上がってきたやつは売りが検討できるんだけど、帰りがね、か結構離れてから売った方がいいと思うね。特に空売りやる場合はね、やっぱり帰り率が大事で、えっと、空売りやる場合ですね。帰り率が大事で、帰りが飛んでるっていうのが結構やっぱりね、重要だと思うんですね。帰りが大きく飛んでいるものを見ていくといいと思いますけどね。空売りやる場合は。ただまあ、 ね最近はこう売りシグナルが点灯しながらさらに上がっていくってケースも、うん、ね目の当たりにしますから買いも売りもねシグナルが連続してついていくっていう状況なんで、まあ、個別銘柄で強いものは買われ続けグローリーなんかもそうですけどね突破もこれはちょっと特殊な、えー、情報も出てましたけどねだからなかなかね、えー、難しいと思います売りもねタイミングが。 テレビなんかは PBR が低い中で買い戻しがね入ってくるっていう可能性もあってちょっとうかつに売れないとかねいろいろあるので、まあ、調べていくと結構うかつに売れねえよっていう銘柄もね多いと思うんですよねまあ無理にから売りしないで行きましょう車も案外強いしね車ももう売っていいんじゃないかなって思うんですけどね案外強いです で,できるだけ車なんかもね、やっぱり25からも5からも大きく離れたところで売っていくといいと思いますけどね。で今日、売りシグナルが、今のは売りチャート、売りシグナル寸前チャートですけど、売りシグナルが A&D、TBS、リョウビー、東海カーボン、住友重機がこの上位5銘柄です。まあ、上位5銘柄ともすごい強い。あと THK、闘争、日本テレビ、東京精密、アサヒグループ、 マルチ交換、HC キャピタル、熊谷組などが入ってまして、ね、えー、なかなかこう、強い銘柄、強いチャートになっている銘柄が多いですね。まあ上の方に行けば行くほど帰りはでかいんで、えー、売りが検討できる銘柄ではあるんですけど、これも本当に慎重にね、帰、えー、りが高いやつは売っていいと思うんですけどね、このあの、R 式の売りシグナルは、えー、RSI も帰りも高くて、帰りもね、 えー、かなり高いとこ来てるよっていうところで出てくるからほとんどピーク的なね、えー、場所なんですよただそれだからといって絶対下がるとは言えないから、えー、まあね売りたい空売りしたい銘柄オンパレードですから <laughs> 空売りしたい銘柄がねずらずらずらっと並んでるよね、えー、だけどチャートだけ見たらね売りてえなーと思うね銘柄が並んでますけど かなり怖いんで。で、売る場所はね、できるだけ25からも5からも離れたところで、帰りが高い値段で差して売っていくといいと思うんですよね。例えば、A、A&D なんか売る場合でも、まあ今日もみたいにこうやって上がってきてるから、もし売るとしたら、まあ、こうね、1500円ぐらいにで、え、え、ね、売りを入れとくとかさ、売り差し値を入れとくとかね、1500円にね。 入れとくとか、1500円で売れれば、まあ大丈夫じゃないかなと思うんですけど、そんな感じで離れたところに差し値を置くっていうね。まあ tv, eh, and d 売っていいって言ってるわけじゃないですけどね。tbs も例えばこれ売りたいと思うんだったら、えー、2000円ぐらいのところに、こう、売り差し値。2000は遠いか。<laughs> 2000は遠いか。1950円とかね、こういう、まあ、まあ、えー、っとね、 そうだね。1950円とか、ま、あ49円とか。まあ、あそんなんでもいいけど、まあ、あ役、あの、ぴったりの値段よりは、えー、ちょっと外した方が、約定はしやすいね。1950円付近に売り、差し入れ,入れとくとかね。そう、こんな感じで下がった時には、引っか,かかれば儲かるからね。だけど、ね、えー、こんな感じでぶち上がっちゃったら終わりだし。<laughs> だけど、こう、遠いところ、 25から向こうからも遠いところに売り差し値を置いとく分には、まあ、やっぱり、えー、まあまあ安全度は高くなるから、そんな感じで売っていくでいいっていいんでね。安易に売らないで、だから、ここ、こんなとこに離れたとこ来たら、ここだったら売ってやるよみたいなそれをいくつか高いとこ来てる銘柄に、えー、置いとくとかね。でできるだけ早く出しまう、えー。長く持たないみたいなところが重要かなと思うんですよね。そういうあたりをやってもらえばどうかなと思いますけどね。 ということで今日はこんな感じで売りシグナルが出ております。えー、ということで今日短くやろうかなと思いました。30分ぐらい喋りましたけどね。まあ明日から、えー、復帰していきますけど、まだちょっとどうかやってみないとわかんない。でも今日ちょっとこうやってやってみて、そんなしんどくなかったから、多分大丈夫だと思うけど、しんどそうな顔しますかね。<laughs> ちょっとわかんないんですけどね。まあ基本的には大丈夫ですけど、あの、無理しないようにやっていきます。年も年なんで。 えということで、皆様、ご心配をおかけしたかもしれませんが、こんな感じなんで、そんなに心配したことはないよ、ということでね、すぐにどうこうってことはございません <laughs>。残念ながら <laughs>。残念ながら、アンチの方はね、まあ、やめちまえと思ってる人もいると思うけど、残念ながら、明日からやりますから <laughs>。 はい。ということで、えー、よるどれでした。えー、っと、今日はちょっとね、お便り紹介とか、えー、なかったんですけど、雑談もほとんど、ね、えー、なんか、体調の方向くらいでなかったんですけど、ちょっとつまんなかったかもしれませんが。<laughs> ごめんなさい。はい。つまんなかったごめんなさい。また、明日ぐらいから調子で出てくると思うんで、えー、ああ、そう、それじゃない。これう、体が疲れてくるとね、なんかちょっと、コメントの承認がしんどいんでね。で、これからやりますけど、<laughs> ちょっとコメントの承認が遅れてて申し訳ないです。ということで、午、えーえー、前中お休みしたラジオでした。明日から復帰してまいりますので、また応援よろしくお願いいたします。それでは今日はこの辺でさようなら。